KRY ニュースライブをご覧の皆さん、高橋さん、安子さん、山本さん、中原さん、こんばんは。田川博明です。ニュースライブのテーマ曲、9年間にわたりずっと大事に聴いていただきまして本当にありがとうございました。山口に明るい風よとの思いで私の声を20人以上重ねて作ったポップロック調の曲だったんですけれども、以来たくさんの方に聴いていただけまして、私もとても嬉しい思いになっています。番組は終わってしまいますけれども、皆様とできたご縁、数々のニュース、この曲はずっと残っていくと思いますので、また何かの機会で思い出していただけたらと思います。またどこかでお会いしましょう。その日を楽しみにしています。改めまして、ニュースライブ関係者の皆さん、9年間お疲れ様でした。田川博明でした。